600点プロジェクトでいいですか始まるんですか実力を試そうじゃないか頑張れ共通テスト90点品質が弱いな Yes, I went to the concert. 予想スコア始まりましたもちちチャンネルですさあ今回はですねなんかすげえ見た目の変わった私はさっき見て誰って思いながら誰来たのみたいな言いましたがはい高橋さんにも出てきましたあれメガネかけてるとかけてないけどコンタクトしてるってことそうですねコンタクトですそういうことなんですねいよいよ入学するってことなんですがどうも聞いたらですね、はい、中央の総合政策英語できる人がめっちゃいますよって帰国しろとかそうですねコメント欄来てましたね、うん、じゃあ英語でもどうするんですか頑張っていくんですかまあさすがにトイックとかは頑張ろうかなと思う、うんおめちゃめちゃコメントでトイックプロジェクトやってほしいですみたいに来てたから大学生はトイックほぼ必須みたいなもんですからまあ中央もねトイッククラスありますし捨て励み受けてたって言ったしじゃあ実力を試そうじゃないかトイックのっていうことでそこで使うのがですねまあ今話題ですコメントだったりとか DM も何回も来た何人も来たんだけどサルっていうアプリですねサンタです AI を駆使したトイックのアプリケーションというものになるんですがそちらで坂上さんの実力をチェックしていきたいと思います3分間のレベルテストで実力を確認できるんですけど何点目標とかありますまあ大体最初って600点ああそうですねはいはいはい、まあ、最初は数って言われてると思うので、うんまあ600点600目標でそうですねはい、はい、900とかにしなくてそんなじゃあ600点目標でやってみましょう3分でたった3分はいレベルテストやってみましょう LC ありですねありはいがんばれ共通テスト90点あああWhen is the band's new album coming out? A. Yes, I went to the concert. B. Next month, I think. C. Go to the rock music section. はい、終わりました。お、終わった。お、出ましたね。あ、出た。予想スコア560点。ということになりましたね、はい、いやびっくりしたのがリスニングの問題がめっちゃ少なかった僕がやった時めっちゃ出てきたのに間違いまくってたからですねああそう計らずも分かるそうですね、はい、そういうことなんだって思ってまだまだ文法行為結構間違ってるなと思ってちゃんと間違ったところは顔でやってたからああはいでこういうふうにスキルがどんな感じかっていうのが出てで苦手な項目はこういうのですよっていうのを教えてくれますねだから AI がこういうのをちゃんと見てくれますでおすすめ学習って言って560なんでまあこういうのができた方がいいよねっ
っていうのが、あ、英単語がやっぱり全然ダメだと基本英単語がまず入ってないよっていうことですね。そういうことですね。じゃあやってみましょう。はい、知ってますね、これはいけるでしょう。音声ちなみに聞けるんで、こうやって place とか The restaurant had your name placed on the waiting list。 はい、送ったやつですね。はい、知ってますね。はい、 result。 まあこれも受験で鍛えてますから、はい、本番にちょっといきます。あタイムオーバータイムオーバーなんて、あとでまた recognize、はい、うん、パワー、電気の方ですからね、出るのは。はい、そして許可証の意味でも出ますので、よろしいです。 permit、 はい、オブジェクティブ、ご復習も1問しかないから、単語先に、はい、はい、OK ですね。こういう風に復習ができると、はい、確実に覚えました。はい、よし、ここで、では問題に行きましょう。はい、まあここは全然ね、いけると思います。はい、で、はい、予想スコアが下がってますね。基礎でも間違っちゃってるからか、85点ダウンしちゃったよ。なんてこった。高得点挑戦単語の方か、はい、さあ、ブリーフコーディングで、あー、小売りです。はい、トイックでは重要ですね。小売りとかわかるでしょ、経営だから。そうですね、はい、一応勉強してます。ショートに EN ついてるだけだよ。動詞化しただけだよ。あ、これ動詞なの。形容詞に EN つけた動詞になるじゃん。嘘だ。もう。Broad は広いでしょ。はい、だから広くするわ。Broad と Broad。だから Large は大きいでしょ。Enlarge は、あ、大きくする。そうそう、拡大するでしょ。そう。EN がくっつくと動詞になるんですよ。絶対習ってると思うわ。はい、カオさん。優れた。ただ未払いのって意味でも出ますので、言ってるよ、おいご注意。リテオとショートの知らなかったと。はい、こういうのを復習して、はい、なわけないよ。ブリーフディスクリプションですね、簡単に説明したもの。あ、ということで、あ、もうちょっとこういう風に語彙もちゃんと勉強できますし、はい、解説もきちんとついてます。他の選択肢のいや、もう全部載ってますから、こういうのできちんと勉強するんです。はい、続いて、はい、ああ、どれだ。名詞が弱いな。だって窓って名詞でしょ、はい、名詞の前に来るのは何ですか。まあ形容詞ですね。だからこのダイレクト、いやーイブで終わった。イブリーってエルバイクついたら何ですか。美しいですね。え、いや、これできたけど。同名詞を就職するのは何ですか。美しいですね。美しいです。形容詞ではありません。いやえ、また間違ってる。もう同じような問題ですね。オリジナルデッドライン。あらら、名詞を就職するのは形容詞です。ミッタニーズだよ。やったよ、需要を満たす。今年もいっぱい出てた、入試問題に。まあ、瞬殺じゃん、一瞬で解ける問題。さよなら。だって Will の後ろには動詞の原型 B いるじゃん。もうだからそこに入れるのは副詞しかありません。いやー、半分しか合ってない。460。ちょっと上がったんですかね。トイックスキル、はい、ほほほほ、パート別の能力、苦手な
はい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 。いろいろ選択学習といって模試があったりとか200問やったりとかですね、ハーフ100問だったりとかミニで30問やったりとか、そういうことができます。さらにですね、このいろんな問題を解いたりとか、基礎問題808多い、1027とか解いたりとか、さらにですね講義がついてるので無料で見ることができます。リスニングのこのレベルのものとか、こういうふうにいっぱいあって問題集とかってあって、こうやって、文法に What? Why?Where? などの疑問詞を置く疑問文を直接疑問文と呼びます。これらの疑問文の場合、冒頭の疑問文さえ正確に聞き取ることができれば、ある程度答えを予測することができますっていうのがあったりとか、こう詳しく説明してくれてますので、リーディング語彙文法、名詞の語彙、答えは A にできましたか。名詞の語彙問題の中には選択肢の単語の意味を知っているだけで正解できる問題があります。こういうふうにどうやってやったらいいのか、名詞の役割について説明されてますね。加算名詞、不加算名詞とか、はい、こういう解説もあるということですね。でさらには単語学習なんかもあって、こういう感じですね。もう単語もこんだけいっぱいあります。基礎これ、リスニングでこれだけ必要とか、とにかく問題数が多い、めちゃめちゃ多いので、それで勉強できるものがすごい多いので、でコンテンツがまあ常時追加されていくので大量に勉強できますので、なんでこれらを利用してですね、ぜひレベルを上げてってください。現在 400X ですか。460ですねこっからぜひ上げて、まあ、600目指していけるように頑張るって感じでやっていきましょう、はい、ということで坂上さんのトイック600点プロジェクトでいいですか始まるんですか、まあ、とりあえず受けてみないとね。そうですね、本当にしばらくはこれで勉強してください、はい、どの程度いけるかっていうのですね。単語帳あるかな、俺の森田さんの単語帳、広いやつ持ってる。いや売ってなかったんですよね。はい、この間盗撮されました。はい、どうぞという形で、はい、勉強してください。これからいよいよ600点を目指してやっていきますんで、はい、ぜひ応援してください。もうやっぱ高評価、チャンネル登録、そしてコメントですね、いっぱいあれば坂上さんが出る機会が増えると思いますんで応援してあげてください。サンタは概要欄に貼ってありますので、ぜひサンタトイック見てください。はい、 AI で分析してものですので、ぜひ試して自分の点がどれぐらいなのかとかですね、自分の弱いところはどうなのかっていうのをチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching.